後継者不足で、園地が荒廃していって、そこに対してですね、ごまだら紙切りがですね、の被害が増えている。まあ荒廃園にで繁殖して、我々の畑までやってくるみたいなことで、なかなかその数を減らすことができていないというのが一つ問題。それから、まあ、苗木あたりの育成にあたって、ハモグリガとかですね、アゲハの幼虫の食害によってですね、なかなか生園化にするのが難しかったのがというのが今ちょっと問題といえば問題ですかね。夏芽に対して使うんですけど、時期としては6月下旬から4月の頭、まだ夏芽が出る前ぐらいにですね、 100倍ですか。で、まあ背負い噴霧器ぐらいでかけて回るぐらいで十分済むんですけども、一回防除をしてする、あとはもうその夏芽に対してはそれ一回で十分、絵描き虫からアゲハまでの防除ができているんじゃないかなというふうに思います。まあ以前はですね、いろいろな剤をですね、ニコチンとかいろいろな剤を1週間に1回ずつぐらい、防除していたわけですけども、それがですね、まあ、7月頭の1回防除で、済むようになって、非常に労力的に軽くなったということがと思っています。昨年までの防除歴ですと6月下旬の防除に入っていたと思います。今年はですね、6月上旬に、使うようになってますけども、まあ一番のあれはカミキリムシ、ゴマダラカミキリムシがメインの害虫になりますけども、まああとスリップスですね。いや十分、スリップスもゴマダラカミキリにおいてもですね、効果が合っていると思います。苗木に関してはハモグリが、アゲハで、まあ、カミキリムシも入りますんで、そのあたりにもですね、全て、防除ができているんじゃないかなと思います。まあ、生木に関してはスリップスカミキリムシに使いますけど、まあ、十分な効薬は合ってるんじゃないかなと、あると私は思っています。はい、容量もですね、 200cc で5000倍で1トン分ということで、非常にこう手軽に使えるということと、天敵に対しても全然こう被害がないということで、非常にこうダニ剤あたりもですね、少なくなって、 使わんで済むようになってですね、非常にこう重宝するというか、いい剤じゃないかなというふうに思っております。まあ混用できる、他の剤も多いということでですね、使い勝手は非常にいいんじゃないかと思っております。長崎製肥、館内800人の部会員おりますけども、年々数が減っております。今私がですね、5年目になるわけですけども、もう辞めるまでにはですね、こう産地として、まず量を減らさない、できれば量をどんどん増やしていきたい、後継者を増やしたいというのがですね、一番の今私が思っているところです。その目標のためにですね、役員一同ですね、頑張っていきたいと思っております。